こんばんは。おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。現在千葉県の穂田という場所ですかね、穂田小学校っていう道の駅に、さっき行ってきてですね、この後はグランビュー岩井さんというホテルに泊まって、翌日のね、まあ翌日にまた宿に泊まるんですけど、その前泊というような形ですね。よかったら前回の動画を見ていただいてから、またこちらの動画に飛んでいただけたら嬉しいです。今から行くね、宿がね、去年じゃない、前も一度泊まってるんですよね。泊まったことあって、テレビでもね見たことあって、まあ館山とか行く時にはね、そこの宿結構楽天とかで見ると評価も良くて安くて、結構見るんですけどね、そこの宿にまた本日も泊まる予定でございます。ではまず買い出しをしてから行こうかな。ゲイ！ドライブが楽しい。あ、道の駅キョナンさんがありましたね。楽しいな、ドライブ。幸せ。セブンイレブンがあったので、こちらでお酒とか買ってですね、向かいます。なんでなんでチェックイン前に雨降ってくるの、もうやめてよ。そろそろ着きまーす。この辺、あ、おしゃれなカフェが。この辺ね、結構民宿とかあってね、意外にね、散歩しがいあるんですけどね、残念ながら雨なんでね。駐車場どこだったっけ、ちょっと歩くんだよね。すごいピンクだな。部屋着きました。以前泊まった部屋と同じ部屋ですね。もうチェックインがね、結構バタバタとしてしまって、荷物も多かったのでぼやけたね。こんな感じのお部屋ですね。で、ベランダもあるんで、こんな感じです。前と絶対一緒だな。いやー、ゆっくりできるわ、広いので。少しゆっくりしまーす。トイレもウォシュレット付きで、洗面も綺麗で、風呂もねこれだけ綺麗なので広くてね、コンドミニアムスタイルはいいですね、ほんと。キッチンもね、キッチンもさっき見せましたけどね、これだけあるんでいいわ。テーブルの上にメニューがあったんですけど、普通に安いという。これどっかから持ってくるのかな。7時まで、受付時間は7時まで。これでもいいですね、晩飯ね。もう多分この辺りの居酒屋さんとかやってない可能性ありますからね、時間帯によっては。ベランダからの景色です。天気がもっと良ければね、まだ3時過ぎなんですけどね、もうなんか5時6時みたいな雰囲気ありますね。で、この建物の中にね、いくつね民宿があるのかっていうね、結構あった気がするんですよね。居酒屋もあるんですよ。わあ、いい景色。シャワー浴びました。さっぱり体が軽くなりましたね。雨風強くなければ、岩井海岸がどんな感じかっていうのをね、見てみたかったんで行きたかったんですけどね、ちょっとこの天気では行けないので、部屋でゆっくりするしかないですね。そう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 、ここ温泉もあるんですよね。入ったことはないんですけど、温泉も入ってみたいけどね、結構混んでる感じだったんで悩みますね。あー、寝ちゃいました。現在午後の6時ですね。なんかあんまり暗さはね、最初と変わんないですけど、チェックインの時だけ雨降ったっぽいな、これな。今は止んでますけど風がかなり強い。さて、どうしようか。お腹が空きました。お腹が空いて、この夜食メニューとは別に出前もねあるみたいで、あえて出前とかいいっすよね。天気も悪いしね。いいっすね。ラーメンとかいいね。出前のラーメンとかも何十年も食べてない。
何食べようか。あ、こっちにおすすめのお店ありますね。少し考えます。結局ですね、いろいろ悩んだ結果、近くにですね、有名なお弁当屋さんがあるんですよね。豊島屋さんだっけな。テレビとかでも結構取り上げられてるお弁当があるみたいで、そちらをですね、あえて買いに行こうかなと思います。もうほんと出前とかね、近くのお寿司屋さんとかもね、行きたかったんですけど、今回は、お弁当にしてみます。では行ってきまーす。こちらがですね、豊島屋弁当さんですね。評価かなりいいです。そしてね、横がね線路なんですけど、ちょうど電車来ますね。電車見ていきますか。あー、いい雰囲気のお店、初めて入る、たまらない。買いました。なんか天気がだんだん良くなってきましたね。では宿に戻ります。冷めないうちに急いで帰ってきました。なんかすごいですね、このチャーシュー、うまそう、作り物みたい。大丈夫かな。ではいただいちゃいます。チャーシューがね、もう結構濃いですね。味、見た目薄いかなと思ったんですけど、うん、ご飯が必須。酒も進んじゃうな、これ。とりあえずまだ酒はね飲まないでいきますけど、うまい、うま、ご飯進む。豊洲自動車が開発した水素エンジンが、あっという間に平らげてしまいました。うまかった。結構味が濃いからね、これ癖になっちゃうんでしょうね。ごちそうさまでした。ランキングでもなんと3位なんです。すごいですね。時間早いですけど、早めのお風呂をね入れます。贅沢な時間です。はい、お風呂上がりました。気持ちよすぎてね、結構長湯しちゃいましたね。風呂上がりにこいつをいただいて、今日はぐっすりと寝たいと思います。ほんと全泊って贅沢な時間ですよね。グランビューさんだとね、なんかいつも全泊をね、いつもっていうか、まあ2回目なんですけど、全泊を最高に楽しんでしまいますね。まだね、次回もねやりたいこといっぱいありますもん、ここの宿に来て。というわけでいただきます。たまる ANA カード、ネットショッピング、食事、使える ANA カード。おはようございます。現在朝の7時です。昨日より圧倒的にいい天気になりました。風もないしね。ただ若干二日酔いあるんですよね。いや、これ酒弱くなったな。朝飲みして目覚まします。お風呂出ました。一気に目覚めた。風呂上がりのオレンジジュースが美味しいです。
では朝食を食べて、チェックアウトの準備ですね。本日の朝食、アサリの味噌汁に、メロンパンですね。昨日の余りでございます。いただきます。ではチェックアウトします。宿出ました。いやー本当にね、なんだろう、好きなんですよね、グランビュー岩井さんの雰囲気。あの千葉県で、ね、2泊したら必ずねどっちか1泊は泊まりたい、そんな宿ですね。まだあの出前でねご飯食べたりとか、周りのねご飯屋さんでご飯食べたりとかねしたいこと、あと岩井海岸、海岸、岩井海岸合ってますかね、もう行ってないからそこも行ってみたいんですよね、天気のいい日に。ちょっと今日はね時間がないんで、この後はですね、少し観光してから本日の宿に向かいたいと思います。では一旦ここでまた締めさせていただきます。また続きでお会いしましょう。バイバーイ。